YouTube のみんなに告白します。実は俺売れ残り犬だったんだわ。悲しい事実。今日は俺がどうやってこの家の家族になったかお話ししようもんわね。母ちゃんがお友達の付き添いで行ったトイプードルの専門店、それが俺と母ちゃんの運命の出会い。俺はその頃生後5ヶ月過ぎ、すでに体重は 3.5キロ、デカプー決定だわお店ではティーカップやタイニーサイズの小さなトイプードルが人気。誰も俺には見向きもしんがね。かわいそうな俺アピールしまくったけど、ほとんどの人が無視だがね。後から来た小さなかわいいトイプードルたちは次々と家族が決まってったわ。仕方がにゃーわ。だって俺でかすぎてショーケースに入らず通路に出されとったがね。母ちゃんも俺を見て売れ残り犬だってすぐ分かっちゃったがね。母ちゃんは家に帰ってから売れ残ったワンコがどうなるのか調べたみてや。で、犬を飼うのに反対だった父ちゃんを連れて別の日にまあいっぺん俺を見に来た。そしてとうとう俺はこの家の家族に、この家の家族にならんかったがね。この二人とっとと帰ったんだわ。何しに来たの。まったく。また売れ残った俺、心に風が吹いた。数日後、今度は姉ちゃんも兄ちゃんも一緒にやってきた。お店の人は俺を高級犬トイプードルをありえないセール犬にしたがね。でもこれきっと俺に最後のチャンスをくれたんだわ。姉ちゃんも兄ちゃんもお世話を頑張る言って約束したがね。それでも煮えきらん父ちゃん。お店の人はドッグフード3ヶ月分も無料でつけます言ったがね。そして俺の人生、いや犬だで犬生はドッグフード3ヶ月分で決まったがね。こうしてこの家の家族になった俺、売れ残り犬の生涯が心配だったんだわ。言いながらセール価格に惹かれた母ちゃんとドッグフード3ヶ月分無料に惹かれた父ちゃん、頑張ってお世話をする言ったのに全くお世話をしん姉ちゃんと兄ちゃん。おかげさんでどえや素敵な家族に囲まれて、まあひゃあ7年近く、楽しい人生、いや、転生になる予感がするわ。ご無礼しまーす。Bye.